はい、みなさんこんにちは。这次我想介绍给大家的是そういう表現、ね、所谓的そういう表現是日文、ね、讲话的方便的时候把原本的这个形状稍微会、ね、变化、ね、为了、まあ、嘴巴的方便、讲话的方便，然后表记也跟着会变化的、ね、这个就是所有表现。那我们在这里、ね、我在这里介绍一下比较初期的时候比较常看到的所有表现、ね、所有表现好多种、ね、但是嘛这里、ね、代表性的介绍一下。はい、第一个手心加しまいます，这个就是表示无法挽回的遗憾嘛，或者是动作快速完整等等的。那这些文型呢，每一个文型是个别我有另外有介绍，那这里是里面的那些文型的缩约表现到底有什么样的，我在这里介绍一下。はい、今朝買ったパンは全部食べてしまいました。今天买的面包全部吃掉了，全部食べてしまいました。那这个てしまいます的てしま的部分ね，就变成ちゃいますね。所以まあまあ如果是他形的话ましたね，じゃあ食べてしまいましたとこのてしま的部分ですね。てしま的部分がね、食べちゃいました。食べちゃいました。就这样子ね。食べちゃいましたね。那如果有些ね、日文的形有点点的发音的也有ね、像这样子でしまいますね、那就这个的话で变成でしまった变地方变成じゃいますね。はい、那飼っていた金魚が死んでしまいましたね、あ、很遗憾ね、养的金鱼死掉了ね、那这个是死んでしまったね、でしま这个部分ですね、这个部分就变成死んじゃいました。就这样子ね。死んじゃいました。这样子ね。飼っていた金魚が死んじゃいました。ね。死掉了。ね、はい。那这个、手心加わた。ね。这个是、まあ、不一定是哪一种文型。まあ、各种文型里面会用到的手心加わた部分。柱子わた部分。那这个、ね、手わた部分变成茶。ね。然后、手心的点点的手心的话、まあ、では的部分变成じゃね。所以ここでタバコを吸ってはいけませんね。在这里不可以抽烟。那这里吸ってはいけません的手は的部分ですね。手は的部分。ね、这个部分ね。吸っちゃですね。吸っちゃいけませんね。吸っちゃいけませんね。在这里不可以抽烟ね。お酒を飲んではダメですよ。まあダメですよって部分ね、也可以が、いけません也可以ね、いけませんよ也可以、まあ都是不可以的意思ね、不可以喝酒咯ね、那お酒を飲んでは、じゃあ点点的时候はじゃあですね、所以では的部分ね、这个では的部分变成、飲んじゃですね、飲んじゃダメですよ、お酒を飲んじゃダメですよ、这样子ね、そういう表現。それから内心的条件性なければね。なければ变成なきゃですね。比如说英語でレポートを書かなければなりません、ね、一定要用英文写报告。那这个なければ的部分ね、なければ、ね、这个部分、ね、なければちょっと書きます、这样子ね、書かなきゃ、ね、書かなきゃなりません。英語でレポートを書かなきゃならか、ラオコ。英語でレポートを書かなきゃなりません。ね。这样的说法。ね。まあ、なければならない。なければ、なければ、なければ、なきゃ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 。这样子ね。はい。はい。再来是、手心じゃ置きます。手心じゃ置きます。たは、これは、解きます。ね。まあ、それから、如果有、ね。手心を点点たは、ね。如果有手心を点点たは、で置きます。那这个是どきます这样子ね。所以那这个是什么样的文型的意思，就是这个文型是一种准备的或者是善后的ね。这个ね、另外影片里面有介绍用法的话在那边看一下。お皿、食事が終わったらお皿を洗っておいてくださいね。用晚餐请把盘子洗好ね。洗っておいてください。手置きます。じゃあこの手を置いた部分ですね。手を置いた部分が、手を置いた部分变成洗っといてくださいね。手を变成とですね。手を变成と洗っといてください。
ね、それからバスに乗る前に酔い止めの薬を飲んでおきます。ね、要搭公車之前、要先吃好晕车药。ね、那飲んでおきます。デオタ部分ですね。デオタ部分。ね、这个是飲んどきます。ね、飲んどきます。这样子ですね。はい。それから次は手信じゃいますだ。ね、ね、正在进行式、まあ、或者是、まあ、目前状態等等的时候ね、手信じゃいますだ。那这个的话、手信じゃいますだ、后面的いますだ、一線略掉。然后手ます。ね、手信じゃ、马上有ます。这样子ですね。比如说、你有带、驾照吗、ね、你有驾照吗、運転免許を持っていますか、这个常常会变成、ね、運転免許を持ってますかと、ね、運転免許を持ってますか、就这样子讲ね。这个可能大家有听过、比如说、ちょっと待ってください。这个是请等一下ですよね。还有、ちょっと待っていてください。这个的话、手信じゃいてですから、保持一个状、まあ、状態ですね。目前、ね、状態ですね。目前状態。所以、请你在这里等着、ね、稍微等着、ね。待ってくださいは、比如说、有人要走、あなた、请等一下、ちょっと待ってください。ね。然后、ね、あ、请你在这里等着、ね。这样的话、待っていてください。那这个常常ですね、口语的时候、まず先、ください先略ですね。ちょっと待って、ね、ください先略、ね。はい。然后、就这样子ですね。ちょっと待って、跟ちょっと待っていて。ね。然后、甚至这个ね、い、也会先略ですね。刚才讲过、手信じゃいますの、いは会先略。所以、まあ、就算是、后面是、いて、手信也是ね、い会先略。那就这样子、ね。ちょっと待ってて、ね。ちょっと待っては、请你等一下、等一下、ね。这个是、请你等着、ね。稍微等着、ね、待ってて、这样子ですね。这样子。所以、ね、有时候、ね、学生问我、为什么老师手信后面还有一个手。这个是原本这里有一ですね。はい。这一点、ま、请注意。然后呢、还有ですね。第一类动词的、ラハン的第一类动词的内心。ね。だ、这里、ラナイ的部分变成、んない的。ね。那、わからない的ね。这个、わからない的、ラ变成ですね。わかんない。这样子ね。英語がわかんない。我不懂英文。英語がわかんない。ね。这个也常常会有。ね。まあ、这个但是只有ね。第一类动词的ラハン的内心。ね。比如说、帰りませんだ。ね。ラハン。所以、内心。帰らない。じゃ、帰んない。とかね。还有、なんでしょうね。ね。まあ、就这样子ね。まあ、反正、ラハンの内心的时候、就会有这样的。也有です。はい。那这个呢比较常看到的初级的阶段呢初级后级也会出现呢这些常看到的所有表现我在这里有介绍皆さん大丈夫ですか例文美味しそうだね何食べてるの未成年はお酒を飲んじゃいけませんもっと運動しなきゃダメですよ。書類は私の机の上に置いといてください。会話。ああ、ここが美術館だ。なんとか間に合ったね。うん、8時に閉まっちゃうけど、あと1時間あるから全部見られそうだね。あ、今のうちに帰りのバスの切符も買っとかなきゃいけないから、ちょっとここで待ってて。わかった。早くしてよ。